ちは、ありがともみです。今日のビデオなんですけれども、ノープランです。で、今ランチタイムなので、ちょっと今からランチを食べに行こうかなと思っています。それでは一緒に歩きましょう。行ってきます。はい、今パリの7区を歩いています。第1回目のビデオでもお伝えした通り、私は7区が大好きでよく歩いてるんですけれども、この通りはグルネル通りといって、いろんな小さいお店やブティックがたくさんあるのでよく歩いています。ここは靴のセレクトショップのお店なんですけれども、こういうおしゃれな小さいお店がたくさんあるので、この通りは私の大好きな通りです。こんな感じです。パリは先週からすごい寒い日が続いていて、雨もすごい多いんですけども、とにかく寒いんです。なので、もう今日もちょっとこう寒かったのでジャケットを着ています。もうちょっと秋が来てしまったのかなって思ってます。まだ8月の第1週目なんですけれども、びっくりです。今日も朝は17度とか18度で、すごい肌寒かったです。なので、毎晩夜寝る時もすごい寒くて、長袖長ズボンで今寝てます。これを左に行くとサンジェルマン大通りという通りに出ます。なんですけども、私はまっすぐ行きたいと思います。今ランチを食べに行こうとしているお店なんですけれども、最初友達に教えていただいたところで、今 2,3 回行ったことがあるんですけれども、もう毎回本当に美味しくて、普段はすっごい並んでいて席に入るのがすごい難しいんですね。なんですけども、今日はちょっともう遅い時間なので席が空いているんじゃないかと期待しながら向かっています。もし空いてなかったら、ちょっと近くのもう一個行ってみたいお店もあるので、そっちに行ってみたいと思います。とりあえず今私の好きなエビストロに向かっています。あちらは私の大好きなカフェです。よくこちらでお茶をしています。歩いています。今日は風がとっても強いです。やっぱり少しどんよりしているお天気だと思います。強風です。パリは今バカンスの時期なので、街がすごく静かになっています。なので観光スポットとかも結構ガラガラなので、街全体が歩きやすいなと感じています。かわいいサングラスのお店です。なんか新しいサングラスが欲しくなってしまいます。こちらのブランドです。街がやっぱり空いています。ガラガラです。こちらを渡ります。サンジェルマンの大きい通りに到着しました。車がたくさん走ってます。こんな感じの通りです。パリの引っ越しに遭遇しました。パリはこのように外からクレーンを使って上に荷物を運んでいます。いつも見てるとヒヤヒヤするんですけど、なんかすごいですよね。これ結構怖いです。わあ、今回も最上階ですね。すごい高さです。サンジェルマン通りを歩いてます。ここはすごい広い通りなので、私の大好きな通りです。レストランが少しずつ見えてきました。席が空いてることを祈ります。来ました、私の大好きなビストロルコンプトワーです。今から入ってみたいと思います。奇跡的にレストランに入ることができました。店内もすごい可愛いです。メニューです。前回来た時、こちらのエスカルゴが本当に美味しかったんですけど、ちょっと今日は違うものを頼んでみたいと思います。前菜が来ました。おすすめしていただいたので、今日の日替わりメニューのラビオリを頼んでみました。ジンジャーのとってもいい香りがします。今から食べてみたいと思います。いただきます。
すごい生姜が効いてるスープなんですけれども、中に入っている野菜とすごいマッチして、とっても優しい味で美味しいです。今からラビオリを食べてみたいと思います。わあ、美味しそうです。中はマスカルポーネのラビオリです。ここのパンも本当に美味しいので、毎回食べ過ぎてしまいます。すごいもっちりしているパンです。メインの牛肉のほほ肉の赤ワイン煮込みが来ました。すごい美味しそうです。中にはペンネも入っています。お皿に盛ってみました。とっても美味しそうです。今から食べます。いただきます。お肉がすごい柔らかくて、ソースは赤ワインの酸味が結構効いていると思います。あとは中にグリーンピースとナッツが入っているので、いろんな食感を楽しめて、いろんな風味も楽しめる一品になってます。今食べていて、あれちょっとオレンジの味がすると思ってよく見たら、オレンジの皮が入っていました。赤ワインの煮込みと一緒に食べるのは初めてなので、新しい発見でした。すごい美味しいです。アクセントになるので、とっても美味しい組み合わせだと思います。パンとも相性が抜群です。で、私は牛肉のほほ肉の赤ワイン煮込みが大好きなんですけども、よくビストロに行くたびにいろんな店で頼むんですけど、こちらのはもう一段と美味しかったです。このレモンの皮、オレンジかレモンの皮が入ってたんですけど、これは家で作る時にも真似できるなって思いました。ここのは本当に美味しかったので、皆さんもぜひ訪れてみてください。デザートが来ました。今回はムースショコラを頼みました。結構大きめのサイズなのでびっくりです。今から食べてみたいと思います。すごいふわふわです。なんかすごい甘いかなって思ったんですけど、食べてみるとすごいダークチョコレートで、表面に塩も振ってあって、で真ん中のバニラのアイスクリームと、この3つが重なるともう絶妙な美味しさでした。ちょっと見えづらいんですけど、この横に乗っているのがお塩です。甘さとお塩のミックスが絶妙でした。本当に美味しかったです。こちらにいらした際にはぜひこのムースオショコラを頼まれてみてください。デザート完食してしまいました。こんなデザートを食べていると、いつも行ってるジムのトレーナーさんに知られたら絶対怒られます。食べた後はたくさん歩きたいと思います。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。今行ったレストランなんですけども、横はホテルになっています。いつもこの壁のお花のデコレーションがとっても可愛いです。可愛い洋服屋さんを見つけました。なんかこういう T シャツにこういうスカートとかワンピースはすごくパリジェンヌのイメージです。はい、今ランチを食べ終わって歩いてるところです。もう私はビストロが本当に大好きで、パリのビストロは結構いろんなところにも行ってるんですけども、多分今まで行った中でベスト3の中には入ると思います。または一番美味しいかもしれないです。で、それほど私の大好きなビストロなので、パリにぜひいらした際には訪れてみてください。はい、でこの後なんですけれども、まあ今日はノープランなので、でここから歩いてすぐに私の大好きなルクセンブルク公園があるので、そこまでちょっとフラフラお散歩して歩いてみたいと思います。私がいつも散歩しているコースなどもお見せできたら嬉しいです。それでは引き続き歩いていきたいと思います。晴れてきたのでお天気がとっても良くなってきました。さっきのビストロが開いていなかったら違うレストランに行こうと思ってるって話したんですけども、そちらがこちらのレストランです。シーフードのお店なんですけれども、まだ行ったことがないので、今度こちらにお邪魔してみたいと思います。すごい店内が可愛いです。ルクセンブルク公園はもうとにかく綺麗な公園なので、パリの公園の中で一番好きな公園です。なのですごい綺麗な景色をお見せできたらなと思います。ルクセンブルク公園に到着しました。今から中に入ってみたいと思います。今日は人がたくさんいます。ルクセンブルク
そっちおいで。まっすぐ歩いていきたいと思います。日陰がとっても気持ちいいです。ゆっくり休んでる方がたくさんいます。飾ってあるお花の一つ一つがとっても美しいです。歩いているだけでとっても癒されてしまう公園です。私の大好きなルクセンブルク公園です。いつもここに来るともう自分の好きな本を持ってきてゆっくり一人で過ごすのがお気に入りです。すごくリラックスしてすごい伸び伸びとした時間を過ごすことができるのでもう本当に大好きなお気に入りお散歩スポットです。今から庭園の方に行ってちょっとゆっくりしてみたいと思います。公園の椅子でくつろいでいる方がたくさんいます。すごく贅沢なのんびりした時間です。このルクセンブルグのお花が私は大好きです。とってもカラフルで見ているだけでとっても癒されてしまいます。椅子を見つけたので私も座ってみました。やっぱり何度来ても本当に美しい公園でよくなんか考え事が多い時とか一人でここに来てぼーっとしています。私のパリの癒しスポットです。ルクセンブルク公園といえばのこの緑色の椅子もとっても可愛くて大好きです。今から私の大好きなカフェに行きたいと思います。また引き続きのんびり歩いてみたいと思います。この公園の入り口なんですけどもいつもこういうアイスクリーム屋さんやクレープ屋さんがあります。今日は本当にノープランでただただ私の好きな道をずっと歩いてるんですけれどもどうでしょうか、皆さん楽しんでいただけてますでしょうか本当はさっきの道をまっすぐ行くと近道だったんですけれども道がなぜか封鎖されていたので今遠回りしてカフェに向かっています。ひたすら歩いてます。この通りもすごい広いこういう通りなので歩きやすくて大好きな通りでよくここも一人で歩くことが多いです。カフェまであともう少しです。結構長いこと歩いてきたのでちょっと疲れてきました後ろに見えるのがルクセンブルク公園なんですけど結局なんか外周一周してしまった気がします。はい、ですが引き続き歩きたいと思います。今お店に着いたんですけれどもちょっと嫌な予感がするなと思ったら夏休みのバカンス中でお店が閉まっていました。残念です。こちらはまた次回ご紹介させていただきたいと思います。なのでちょっと今からまた近くの違うカフェに行ってみたいと思います。そちらのカフェもすごく可愛いカフェなので楽しみです。カフェに着きました。こう黄色い看板が目印の可愛いカフェです。今から中に入ってみたいと思います。テラス席を選びました。今からこう座りたいと思います。最近パリのレストランやカフェではメニューが QR コードとなっております。メニューもとっても可愛いです。最近すごい便利だなって思ったのがこのメニューのところにペイっていう風に書いてあるんですね。でここで各自テーブルでお会計ができるというシステムが、導入されています。これわざわざ店員さんを呼ばなくても済むのですごい便利で助かっています。ちょっとアイスティーが飲みたいなって思っていたんですけどなかったのでこちらの店員さんにおすすめしていただいた昆布茶を頼んでみました。ちょっと体にとっても良さそうなので飲んでみたいと思います。お花の香りとオレンジの香りがとっても飲みやすい昆布茶です。おいしいです。はい、ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。もう今回はノープランだったのでもうひたすら私の好きな道好きなお店などを回ったんですけれども大丈夫でしたでしょうか。少しでもパリ気分に浸っていただけたらとっても嬉しいです。こういう動画が見たいなとかいうリクエストがございましたらぜひ YouTube のコメント欄やインスタのコメントや DM でもお気軽にお声掛けください。今日もご覧いただきまして本当にありがとうございました。
よかったらいいねを、ラブなら登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回。アビアント。